今回は白積みをイメージした形で、この石の特性を生かした形で作りたいなと思って、普通、白積みするとはちゃんと反りを見て、普通だったら反りの水糸なんか出してこうするんだけど、それはもうなしに、一番下のラインと天板のラインだけ決めといて、中は自然に腹をへこましてトップを出すっていう形。それはもう極端な反りじゃないけど、少し緩やかな反り。まず最初、石を探しに回って、今回このような石と巡り合うことができて、多分これはね、日本から言ったら、日本で言ったらこういう石はまだ採石っていうのかな、グリー石、もう採石の大きいやつ、山を岩盤のところを叩き崩して、なんかダイナマイトかなんかかけて壊れたような石ばっかしなんだけど、これはちょっと面白いかなと思って、その表情を生かしたいな。別に加工、あんまり俺は加工するのは好きじゃないんで、加工して無理に合刃を合わせるっていうよりも、そこに合う石を使う、そしてかつちょっと白積みに近いような反りも入れたいなというような気持ちで今やってますね。まず最初スタートはコーナーから、角石、途中から言ったら角難しいよ。やっぱ角が決まって、今角石まで根石を据えたけど、ある程度行ったら今度はもう先に今度はこっちの角を、反対の角を仕上げて中で行こうと思う。みんなそれぞれ役割を持った、根石は根石で大事なところがあって、根石は天板がこう手前にアップしてんじゃないで、必ず後ろに下がってる石、逆に言えばもう日本でいう検知石っていうのはもう必ず表面が平らで後ろが逆三角形、自然の石もそういうふうになってたら一番積みやすい。やっぱりその石のどう使えばこの石が一番生きるか、私は割と加工するのが苦手っていうか、その石自然なそのままの形で作りたいっていうのが私の理想って言ったらおかしいけど、あまり加工しないでその石の持ってる、この石はこういうふうに積んだ方がいいなっていうのを自分で考えて、そしたら自然にこの石を積んでいったら、自然にまたその石の持ってる特徴で一番いいところで積んだら、結果的にこういう形になるっていう、だから最初からこういう形に積もうっていうのを考えてたらなかなか積めないと思うんで、逆にどうかしたらその石の一番悪い欠点のところが出てるか、表に出るかもしれないけど、今度は横の石とかの全体のバランスを見たら、かえってそれがあることによって周りが生きる、全体が生きる。全部いい石ばっかりだったら面白くない、かえって悪い石とかいい石とこうミックスしながら、そしたら全体的に変化のあるいい石積みができるんじゃないかなと。それとあと石積みで俺があと大事なのは、石、大きい石をこう据えてって、まずめ、間に空間にこんなまずめって詰めていくんやけど、そのまずめを最初のやってた頃はもうきちっと合わして、もう本当きれいに合わしてた。それも最近はずる賢くなったっていうのはずる賢くなったんだろうけど、あれよ、少しそれはもう日頃から言ってること、延べ段にしろ何にしろ、あまりにも合いすぎて綺麗すぎたら、俺は今それが面白くなくなってきてる。
積んでいったら自然と分からないですけど、後ろにやっぱり重心かけるために後ろに逃げていくんで、最後の天場の石だけは表に出してある。そしたらまあ私が常に言うんですけど、ちょっとした緊張感が出て、あの面白い積み方ができると思います。あのよく田舎に行ったら段々畑に農家の方がそのそこら辺段々畑を作るためにその山を開墾しながら出た石でずっと積んでいった自然の積み方な、もう今残ってるの、そういう見たらそういうの方が味がある、奥行きがある、深みがある。だけどそういう人たちはプロじゃないと思う。だから本当その自然の石を生かしてただ積んでいく。そうけどこっちはプロだから、それをいかにその作りながらその趣を出すか、そしたら面白いものができないないかなといつも常に。だから俺は昔の人がやってきたあの積みとかそういういろんな積み方があるけど、そういうのをそのままそっくりやるんじゃなくて、俺流の俺のやり方で面白い作品って言ったら、日本らしい日本の伝統文化をまた継承していけるようなまた積み方も一つ作り上げていったら面白いんじゃないかなと。だけどやっぱりこれは基本を知ってないとできないと思うし、まだまだあの面白い石積みっていっぱいできると思うんで、みんなその個性を持ってあの石を積まれたら楽しいと思います。もう割と私あんまりそのあのどれがいいとかあの積みがいいとかね、あの野面がいいとか、それよりもその石現場によって必ずこの石でこういう積もって持ってかかったら、ましてアメリカ来て仕事してたら石との巡り合いがあって、いくら野面に積もうと思ってもその石が入らなかったら絶対できないから、もうとにかく現場で調達できた石でどういう積み方をすれば一番面白い、あ、見ても楽しめるし、それから機能も果たせるしっていう、そういう積み方ができれば一番理想の積み方だと私は思います。